皆さんこんにちは、キスケです。今回はこちらのスーパーサイヤ人トランクス青年期を使っていこうと思います。はい、誰も使ってないシリーズ第3弾あたりかな勝手にシリーズ化してるからね、ちょっと自分でも第何弾かちょっと把握してないんですけど、まあこいつ多分あまりね、好き好んで使ってる人っていうのはいないと思うんですよね。なのでちょっと使っていこうと。でこいつ6凸なんで、まあこいつ自身の今一番最大のステータスっていうものを、まあ、お見せできる状態なんですよね。で戦闘力が65万、めちゃめちゃ低いめちゃめちゃ低いですこれ。うん、最近のエクストリームだと6凸あればもう70万は軽く超えるぐらいのステータスは持ってるんで、そう考えると6凸で65万っていうのはべらぼうに低いですね。はい。で体力がまず、110万と、まあ体力も低い。で攻撃力がね意外とあるんですよね。まあ打撃はちょっと少ないんですけど、こいつ射撃タイプなんで、射撃攻撃力が、12万3000ということで、あれ結構火力ねあるじゃないかと思うかもしれないんですけど、まあその下見ていただいたら分かる通り、打撃防御力と射撃防御力が、まあ、7万ちょっとしかないし、かつ、体力が11万7000しかないと、あ違うわ、110万しかないということで、ほんまちょっと風吹いたら飛んでくビニール袋ぐらい軽いんですよねこいつめちゃめちゃもうなんていうかな、柔らかい、うん、めちゃめちゃ防御力がないキャラクターですね。ただまあ射撃タイプということで、射撃2枚持ってくるっていうところはまあまあ妥協点かなっていう感じはしますね。で必殺アーツ見ていきましょう。こちら、敵に衝撃属性の大ダメージを与えて、射撃用ダメージを 15% 上げると、うん、で機能解放、射撃用ダメージを上げて、射撃アーツのコストをゴーダウンということで、どうなのかな、微妙ですね。でこいつ一番の魅力っていうものをちょっと教えます。これメインアビリティ、秘めた力ということで、射撃アーツをドローして、これね敵全体に交代禁止を付与する、これが強い。やっぱ赤ベジットで交代禁止されちゃうとすごい嫌ですよね。うん、それを、まあ、エクストリームながら、持ってるということで、ほんとこれだけまあ最近のエクストリームは本当に1、2個は強いところがあるんですけど、こいつの場合はこれね、メインアビリティの交代禁止が、まあ、今の環境では結構使えるんじゃないかという感じです。まあこの辺は弱いっす正直弱いです。はい、ということで今回使っていくパーティーがこちらの、混血孫一族パーティーになります。はい、まあそうね、バトルメンバーに選んでいるキャラクターが、まず親子ご飯とバカ野郎悟空、これはもう確定なんですよね。で今回使っていくトランクスで赤青緑、これはもう確定なんで、あとはもうそれらを強化してあげるキャラクターをね、まあ採用してるっていうだけのお話ですよ。はい、もう何のひねりもないパーティーなんですけどね。はい、これでちょっとトランクス使っていこうと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ対戦やっていきましょう。ほい、お相手人造人間パーティーですね。ほい、はい、ほい、通常で返しといてと。はい、さあミスった、あぶね、はい、オッケー、ほい、あーなるほど、やるね、ほい、オッケー、いいよ、はいなるほど、使っていく、オッケー、よいしょー、強っ強っ、ああやる、やるな。さてどうしようかな。
まあそのトランクスのライジングじゃないわ、メインアビリティって5秒しかないんで、まあほんまに使いどころは当てたい相手にライジングを当てたいなーっていう時にこう使ってあげるしかないかなーっていう感じはありますかね。はい、 OK。 はい、こうして、はい、さすがに射撃2枚で落ちるだろう。はい、 OK、 よーしよし、こういう使い方、 OK。 はい、じゃあライジングでいきます。うん、まあ特殊でいくか。はい、あれ強いよね。うん、やっぱり交代したい時に縛れるっていうのがめちゃめちゃ強いっす。よし、いやこれはいい感じに使えてんね。ほい、 OK。 ほい、よいしょ。あ、これレジェンダリーっすね。しかもセルに、いい、かっこよすぎ。久しぶりに見たな。オッケー、対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。未来パーティーですね。オッケー、はい、おいおいおい、オッケーオッケー、おい、えい。さあ未来パーティー久しぶりっすよね。変身してビビらしといて、はい、おい、はい、来ないか。うーん、どうしようかな。ほい、通常で返して、ほい、オッケー、ほい。まあもし未来パーティーとかでもパーフェクトセルとか入ってる時にこう交代禁止が決まればだいぶねアドが取れるんですよね。おい、どうする、おい、変える、オッケー、ライジングで、おい、まあ必殺でいきましょう。はい、オッケー、必殺アーツもかっこいいっすよねこいつ。だから使われてないのがちょっともったいないなっていう感じはするんやけど、はい、やめて、おいおい、オッケー、よし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 、強いな普通に。対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。はい、通常で返して、はい、マジか、やるな。はい、神の木にゴールデンフリーザが入ってるって感じですね。はい、入るんじゃね。はい、おい、お、通常で返して、はい、さあどうする、10倍になっていく、通常で返して、はい、 OK、 ほいほい、はい、あぶねー、ひー、通常で返す、はい、ほい、 OK、 はい、射撃、意外とね、やめて。やめて。おい、ひどいぞそれ。めっちゃひどいやん。通常で返す。バニシングの時間が、あーダメか。めっちゃ近寄ってくんな。まあこれはさすがに、はい、まあ特殊でいきましょう。はい、残念。
まあさすがにね、これは即必須。はいはい、なんかラグいな。はいはい、まあ振り属性なくしといて、はい、いけます。はいはい、わあ落としきっていく。あー、おっせ、おっせ、遅すぎ。さすがに落ちんから、まあまあ粘っといて。いや、ゴールデンフリーザーにライジングラッシュ当てれればだいぶ楽になるんすよね、ほんまに。射撃でいこうか。このゴールデンフリーザーのさ、究極後のこの余韻は何なんでしょうか。ほいほい、ほっ、 OK。これさすがにダメか。さすがにあかんか。クソ、いてー。はい、オッケー、ライジングで一回回す。打撃でいこうか。おい、よし、オッケーオッケー。まあなんとか勝ち切ることができましたね。はいはいはい、よし、対戦ありがとうございました。俺の勝ちだ、諦めろ。さあ対戦やっていきましょう。ああ、やるな。お相手木染めパーティーだったんですけど、まあ赤色が入ってるっていう感じでしたね。はいはいはい、わあ、やるな、やるな。やるな。はい。おい。オッケー。おい。はい。ちょっとね、ライジングが溜まってないっていうのがちょっと心もとないかなーっていう感じではありますね。はい、通常で返して、はい、 OK、 はい、お、うん、おいおいおい、よし、あー、必殺でいきましょうか。さすがに落ちる。 OKOK。 でトランクスのフリ属性もいないんで、まあどっかのタイミングで縛れたらいいかな。はい、マジやる、マジか。ビビらない。ビビらない。はい、しゃあない。特殊で、はい、うん、残念。さてこっから、はい、はい、入る、はい、よいしょ、いいよ、悪くないよ、はい、はい、どうだ、よし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 、ギリギリ、はい、はい、うん、オッケー、はい、はい、マジ、やべ、まだまだ、はい、まあこれはしゃあないよな。これしゃあないよな。はい、お、いや、いや、バニシングの回復ちょっと予想以上に早かったな。はい、最速か。はいはい、
オッケー。さあ残り1体必殺アーツあればな。よし、オッケー。よしよしよし、ギリギリ対戦ありがとうございました。諦めろ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はスーパーサイヤ人トランクス使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあやっぱりね、交代禁止がすごい生きてくる場面があって、まあ今の環境は交代禁止が結構強いっすよね。うん。お目当ての敵にライジングラッシュを当てれるっていうのは、やっぱりフルパワーフリーザとか、パーフェクトセル、まあその辺がまだ流行ってるんで、結構重要な役割を担ってくれるんじゃないかなと思います。はい。まあ、本音を言うと、赤ベジットの方が優秀ですね。同じ交代禁止を持ってるんですけど、やっぱ赤ベジットの方が、まあスパーキングなだけあって、防御力もあるし、火力もあるんで、まあそっちの方が優秀なんですけど、まあでも、このトランクス使いたいっていう人は、その交代禁止を目当てで使ってみるのも悪くないんじゃないかなと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良き、ドラゴンボールライフを、バイバイ。Surrounds me. If we hold